はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、こちらの、スポット品の、トートバッグコヨーテ、こちらを紹介いたします。そうですね、大体まあこちらのハンドルがまずこういったあの肩掛けも想定して作られているので、私のような大柄な人間でも大体まあこうやって持つことができると。でそして、オールラウンドに使える中型サイズなのはいいんですが、こちらですね、メインコンパートメントのこちら中にこのように巾着が仕込まれていると。なので絞り込んで使うことができると。これですね、こういう状態でございますね。はい、そしてあと内側はこういったこれなんていうんだっけな、ちょっとド忘れしちゃいますけど、防水仕様の、素材になっています。で特に中に他に仕切りはなくて、メインコンパートメント一発のシンプルなもの で外部にはこのようにジッパー式の、ここも防水性の高級感がある、でもちょっと入るのちょっとあれかな、まあジッパー式なのでちょっとした貴重品とか入れとくにいいんじゃないですかと。であとは背中にこちらね、あの ID ホルダーがついてますので、もしね合宿とか行くときはここちゃんと自分の名前書いて保存するといいかなと。で一応サイズは、全体が34センチ×32センチ×こちらがだいたい広げると横が16センチで、こちら両サイドにはこのようにちょっとしたあのボタンがついているので、収納量が増えた時はあのこうやって開放して全開にして使うといいかなと思います。割といっぱい入るのかな、これ。そうですね、まあフルでやってキャベツ4個分ぐらいはいけんじゃないでしょうかというサイズになっております。であとは、全部言ったと。はい、まあ、そういうことでカラーはコヨーテのみになりまして、下の説明欄に、リンク貼っときますが、まあ、スポット入荷ということで数に 限度もありますので、もしよかったらお早めにいかがと、そういったものでございまして、あとはあの近日今後ね、ちょっとお店空いてる時に実際見に来ていただければ幸いです。はい、ということで今回はスポット品のトートバッグコヨーテを紹介いたしました。最後まで見ていただいてありがとうございました。